皆さんこんにちは、東国原です。今回はですね、このふるさと納税ですね、こういう記事がありました。ふるさと納税、経費がですね 46% かかるってですね。ふるさと納税というのはもともとですね、2008年私が現職知事の頃ですね、導入されましたわ。応援したいふるさと、地方というのですね、それに仕送りしましょう、寄付しましょうってね。地方からですね、都市部と地方部のですね、税収格差の是正だとか、地方がだんだん人口減していきますからね、それの税収補填だとか、あるいは地方で人材育成して中学高校大学まで出てですね、それで都市部で働くと。あるいは食料供給をですね、地方は都市部にしてるじゃないかと。それで都市部から仕送りしようよ、地方に仕送りしようよ、お手伝いしようよと。そういう趣旨で始まったんですね。で、私はこの制度はですね、間違いではないと思ってるんですね。ただですね、経費が 46% 約半分かかるっていうのがですね、それで全国ですね、自治体の1750ぐらいの自治体の、約3割がですね、赤字らしいんですわ。で、なぜ赤字になるか、で経費がかかるんです。経費がかかるというのは、まずですね、返礼品ですね。これ総務省の通達で3割以下なんですよ。ふるさと納税全体の3割以下に返礼品は抑えなさい。それで仲介サイトの手数料だとか発送料だとか、そういったものがかかるんですね。そういったことで、全体の 27% が赤字ですね。で、赤字になると、減収になるとですね、収入が減るとこれ交付税措置されるんですよ、 75%。 でもこの交付税も税金ですからね、ですから、75% は交付税措置されるんですけども、 25% は実質財源で払わなきゃいけないと。で、これは赤字っていうのは本末転倒ですからね、これをどうにかせんにはいかんということであります。で、ちなみにですね、宮崎県でいうと都城はですね、75億だかな黒字、都農町はですね55億黒字かな。でも黒字っていうことは、都農町は55億の黒字だけど、必要経費としてはその場合110億ぐらい売り上げがあって、その半分を経費として払ってるっていうことですね。でも都農町でですね、55億の収入があれば、これはですね、行政サービスね、なかなかなもんができると思うんですね。で、ですね、ふるさと納税というのは返礼品はですね、地元でですね調達しますから、地元の企業さん、事業所ですね、産品の、それは経済的に貢献するんですが、問題はここにですね、癒着が生まれるんじゃないかという懸念があるんですね。こういったことはやっぱり改善点、あとやっぱ仲介サイトのですね、手数料が、全体が一体1割なんですけども、これをですね、ちょっとやっぱり安くできんかなというのが改善点ですね。あと、要するに経費に 46% ぐらい、約半分かかるわけですから、それをですね、もうちょっと経費を減らせないかなというのが今後の改善点ですよね。だから総務省はですね、経費は5割に抑えてください、返礼品は3割ぐらいに抑えてくださいって通達はしているので、5割以下ギリギリのところで経費がかかっているということですね。今、ふるさと納税というのは全体で8300億ぐらいのマーケットがありますね。で、これが将来的には 2.6 兆までいけるという、そういう余白があると、つまり伸びしろがまだまだあるということですね。ちなみに、宮崎県全体では460億、北海道は1200億ですから、まだまだ伸びしろがある。これは私は選挙中にずっと言ってたことですね。これをですね、倍ぐらいにしましょうよ、宮崎ね。900億とか1000億にしましょうよということは言わせていただいてたんですね。これはですね、多くの専門家が言うようにですね、ゼロサムゲームなんですね。ゼロサムゲーム、パイが同じで、そのパイを地方税は同じで、地方税を奪い合ってるじゃないかと。これそうなんですね。それはもう観光客も、あるいは移住誘致、あるいは企業誘致なんかもそうなんですね。ほとんどがゼロサムゲームなんですけど、それが今日本の現状なので、ですからやっぱゼロサムゲームに勝たないかんと、地方間競争に勝たないかんということが大きな課題なんですね。まとめますと、ふるさと納税、これはいいシステムだと私は思います。これ企業版もありますからね。企業版はまだまだ伸びしろがあります。で、それをやっぱ地方の税収のですね、一つの糧にしなきゃいけないんじゃないかっていうのが一つですね。で、これにはですね、やっぱ経費がかかりすぎ、46.何%ですね、それぐらいの経費がかかるという、これやっぱりね、3割ぐらいの仙台感。ただね、返礼品もですね、3割って言われてるんですけども、3割で、それを返礼品をですね、質を落とすとですね、
ふるさと納税の申し込みが減るちゅうですね。これもまたね、頭が痛いんですよ。やっぱり返礼品にはある程度ですね、お金をかけていいものですね、特産品なんか、県産品なんか、都道県産品ですね、その地元の産品を送りたいし、いいものを送りたいじゃないですか。そのためにやっぱり3割ギリギリですね、経費がかかるってもこれ、でもそれはなるべく抑えて、あるいは発送コストだとかですね、手数料、仲介手数料等々をなるべく抑えて、経費を抑えないかというのがですね、今後の課題じゃないかなと思っております。本日は以上です。チャンネル登録をよろしくどうぞお願い申し上げます。